はい、皆さんこんにちは、モロトフです。ファーゼストフロンティア、続きをねやっていきましょうか。現在は人口244人ですね。259人までね入れるよということですね。幸福度もいいですよね。特に食料8ヶ月分3ヶ月分腐りますが十分ねあるよということで、46年目の春ですね。こっから商人が来るのかな、いや商人来てますね、2人来ているのかな。ちょっと見ていきましょうか。こちらトレーダー1は前回来ていたのかな。ほい、そしたらばチーズですね、速攻で売れます。あー、こちらもね前回来ていたんだ。チーズひとまず売っておきましょうか。531ゴールドぐらいはねゲットできそうですね。我々の所持金ですけど結構増えてきましたね。3623ゴールドがトレーダーハウスにあって、共有倉庫には4718ゴールドがあって、さらにね増えようとしておりますと。うん、いい感じだ。これね盾とかね、武器ですね作りたいんだけど、ちょっと待ちましょう。あとはこちらでもまあ丸太買えるんだよな。そろそろ丸太がね足りないよといった感じかと思うんですけど、まあ一旦いいでしょうね。もう一人ぐらいトレーダー来ると思うんで、それではねコメントいろいろありがとうございます。早速ねやっていきましょうか。まずはじめに牧場ですね。こちら前回のアップデートで、群れのサイズをね増やすことができるみたいだね。今までね牛12頭までがマックスだったんですけど、これね16頭までいけるよということで、こちらにね設定を変えていきましょうか。もっともっとね牛を飼っていきましょう。これ11になってたのかな。はい、これで16頭ですね。よし、これによってお肉のね生産が若干落ちるかもしれないですけど、しょうがないよね。あとはこちらは労役場ですね。労役場なんですけど、ここかな、ここで木を取っていると思うんだけど、指示がね石になってますね。木 100% にしておけばこれでね丸太がさらにね増えていくんでしょう。そういう意味で丸太がね少なかったのかもしれないね。牛さんちゃんと向こうからこっちに来てるのかな。ちょっと距離があるのでね、多分牛さんねここまで来てねという指示出してますけど、当分ね来ないのかもしれないですね。さあそれではガラス工房を見ておきましょうか。うん、砂がねたくさん入っていないぞ。それはどういうことだ。在庫チェックですけども、砂の数が120と少ないな。うん、結構ガラス作ってきたな。そうですね、昨年は55個作ってきてますね。4人投入しているんですけど、3人でいいかもしれない。一方でどこだっけ、我々さジャムとか作ってんだよな。これが2人なんだよな。ここにある瓶の数が19か。まあいいでしょう、2人のままにねしておきましょうか。さすれば今のところ労働者13人ですね。あとは建設者15人ですね。今建設って何をやっているんだろうか。一通りね我々ねこういった感じで石壁をね囲うことができました。いい感じですね。あ、そういえばコメントであったんだ、石壁隙間がありますよということで、ここかな。ありがとうございますね。ここから入ってきちゃうもんね。危ない危ない、隙間がありました。なので石壁でここね塞いでおけばいいのかな。よいしょと、ここ一つだけ塞いでおきましょう。そしたらばちょっと気になっているのは井戸なんだけど、井戸の数足りてるっていうか、井戸のアップグレードがねなされてないな。これ一つですよね。あとここら辺にも井戸があった気がする。これの後ろかな、こちらですね。アップグレードできていない。あと1個ぐらいね、おそらくアップグレードできていないんだと思うんだ。これかな、初歩的なね井戸になっちゃってますからね。これを石とかを使ってアップグレードしていけばいいでしょう。残りの井戸はここら辺に1つと、あとねこっち側に1つあるから、これでね一応すべてアップグレードされているんではないでしょうか。そしたらばちょっと思い切ってさ、石壁をさもうちょっと上の方までやっていこうか。住宅の数がねもっと増やさないとね、次のティア4にね行けないんじゃないのかなと思っております。なのでですが、こういう感じでここまで行ければいいんだけど、ここね段々になっちゃうと多分ね壁を作ることができないんだよな。だからこんな感じにしておこうか。ここにこんな感じでコツンとやっておくでしょ。そしてここまっすぐ行ける、ここまっすぐ行けないのかな、なかなか見にくいんですけど、ここ下行って少しくぼんでるね。そしたらばまっすぐねこっちに引いていきましょうか。ここまで持っていく、どういう感じなんだろう。ここまで持っていこうか。よいしょと、ここまで持ってきて、これを若干上目にやって、ここをまっすぐコツンと、こんな感じにしておきましょうかね。
まだ門は作らなくていいかな。門はひょっとしたらどこら辺に作るのか、おいおいね、考えていきましょうか。これによって石がね、めちゃくちゃ必要になるのかなと思います。さあ、住宅ですけど、もう少し増やしていきたいですよね。ここからドカッとね、人数、移住者がね、増えてきたら対応できなくなってしまうので、行きましょう。さあ、どこに増やすかというと、まずここがいいかな。ここに一つコツンと置いておくでしょ。それ以外はここかな。ね、ここ良さそうだよね。コツンと2個目ですね。あと気になるのがこっちなんだよな。ここにできる。ここちょっと急斜すぎてできないから平坦化しておいた方がいいのかも。一方、ここがね、できそうですね。ここにやっておこうか。コツンと。そしてもう一個ね、コツンと。とりあえずこんな感じでいいのかもしれないですね。あと微妙なね、隙間がここら辺に空いているかと思うんですけど、これはね、もちろん公園とかにしておきましょうか。お金があるからさ、銅像にしておこうかな。これにしておこうか。ね、コツンと。そしたらば、あとは小さなね、花壇ですよね。ここ2マスはね、花壇じゃないと入んないと思うんですね。それ以外、こういう細長いのもね、作れるとは思うんだけど、あ、ここいいじゃん。ね。こんな感じにしておきましょうか。ね、結構ゴールド使っちゃうんだよな、これで。あとはトレーダーハウスを見て、こっちに持っていけるものは持っていきましょうか。ね、率先して。こんな感じで持っていくでしょう。あ、ひょっとしたらでも毛皮そろそろね、消費が激しくなるかも。というのはね、靴をね、結構作っているんだよな。あとはチーズもうちょっと持ってってもいいかもしれないね。どんぐらい持っていく？ 500 ぐらい持ってっちゃいましょうか、思い切ってね。今も引き続き8ヶ月分の食料があるよと言ってますね。鉄鉱石も持ってってもいいんだけど、これ有限だからな。それ以外ですけども、鉄のインゴットもたくさんあるよね。あとね、鎧とか盾もたくさんあるんだよね。少しね、注意しておかなければいけないのが、大型の道具ですね。これが4つしかなくなってきてるね。もう少し足していきたいところですね。はい、新しい住民も生まれましたと。気になるのは、我々ひょっとしたらね、剣をね、作っていないかも。剣が9個しかないですね。つまりね、施設がね、ないんだよな。ちょっと見ていきましょうか。鍛冶屋さんだと思うんだけど、これかな？これが我々のね、村にないということだ。さあ、どこに置きますかということなんですけど、どっち側に置く？こっち側にコツンと置いといてみましょうか。ね。これによって大型道具ね、新たに1個使いますね。あとお金はね、250ゴールドですか。さあ、所持金ですけど結構溜まってきた。こっから秋になっていくんですね。トレーダー来るかな？これは来なさそうですね。ということは次のね、春でトレーダーが来るという感じになりますね。水がここに不足しているよと言ってるけど、井戸とかちゃんとあるのかな？ここの場合の井戸って微妙な気がしますよね。少し井戸やっぱり増やしていきましょうか。ね。ここら辺に井戸作れればいいんだけど、あ、作れないな。いい感じの場所がないな。ここはちょっとね、なんか違うものを作りたいよな。ここもな、少し微妙な感じはしますよね。まあいいか、ここにね、コツンと作っておきましょう。そしたらば、ネズミ発生ですね。ここにネズミ発生する。多分ね、でもゾーニングとしてはね、ちゃんとあそこ覆われていると思うんだね。覆われておりますね。なのでネズミはね、気にしないということでいきましょう。それ以外ですけど、我々ね、やっぱり砂がないぞというとね、こっち側にある砂をね、取りに行きたくなるんだよね、どうしても。ただいかんせん、ほんと遠い。ここなんだよな。下から行くとね、今みたいな道をたどるんだけど、上から行くとなるとどうなるんだろう。やっぱり上から行くのもね、ちょうどね、この湖の反対って感じなんだよな。うん。遠いな。ここまで道をね、引いていくっていう羽目になっちゃうのか。それはきついな。さあ、石壁作ってくれているのか。いや、ここはね、森林だからね、まずね、木をね、伐採するのでね、相当時間がかかる。というかね、丸太がたくさんね、増えそうな気もしますね。さあ、頑張って頑張って。住民がね、二人ね、老衰で死にましたね。そして、セキリですね。これは丸太がいっぱいいっぱいだぞということで、結構丸太我々作りまくっちゃっているんでしょうかね。改めて在庫見ていきましょうか。はい。パッと見ですけど、丸太52個十分ありすぎますね。うん。盾がね、異常にあるな。135個。でね、弓がね、80個あるんですけど、クロスボウがね、
ないんだよな。あと矢めちゃくちゃありすぎるじゃんね。矢はそこまで作らなくていいけど、もうちょっとクロスボウね、厚めに作ってほしいですね。確かここで作ってるんだよな。クロスボウ10にしてるでしょ。じゃあ弓矢をね、3ぐらいにしておきましょうかね。そうしましょう。そしたらば対比があるのでコツッと入れていきましょう。近場になってね、非常にね、いい感じになってきたのかなと思います。こんな感じかな。よしよしよし、これで厳しい冬ですけど、薪が少し足りないな。ちょっと心配か。2人ここで入ってるんだよな。向こうはどんな感じなんだろう。確かここら辺で薪やってる。一人ね、追加させておく。まあでも冬になったから一気にね、薪がなくなったっていうことだけだとは思うんだよな。こっから春になれば、またトレーダーが来るということになると思いますね。ほいほいほい、ビールダルがこんなとこに置いてあるぞ。村人も、なんかみんな同じ服着てんだけどね。もうちょっとね、バリエーションあってもいいけど、逆にこれがリアルなのかな。ね、みんな制服みたいになっちゃってますね。さあ、頑張って頑張って。お、作ってきてる。ね、石壁を作ってきてる。よしよしよし、ここら辺作ってるね。なんとかこことくっつけたいよね。そしてここからね、入場できるようにしておけばいいのかもね。新年47年目。7頭の牛が生まれました。人間も生まれましたね。住民が回復しましたということで、もう絶好調な我々ですね。さあ、住宅ですけど、相変わらず、このね、普通の住宅な状況ですね。まあ、掘ったて小屋ではないのがね、幸いしているんではないでしょうか。さらに3677ゴールド、金のね、インゴットですね、手に入れております。ちょっとマイナスになってるかな、ここに来て。うん、まあでもお金はね、たくさんあるから大丈夫でしょう。さあ、そしたら待ちに待ったね、トレーダーが来ました。よしよしよし。一人目ですね、入ってきましたので、見ていきましょう。それではですね、我々売れるのはとりあえずチーズですね。ガツッと売っておきましょうかね。それ以外売れるのが微妙ですね。ないですね。向こうからもらいたいのは大型のね、こちら道具ですね。何個もらっとく？7つぐらい一気にガツッともらっておきましょうか。まだまだね、お金ありますね。それ以外は鉄の鎧ね。鋼鉄の鎧かな。あとは食料としては、ね。鉄のインゴットもないんだけど、まあ、これね、別にいいでしょう。鉄のインゴットで様々なものをね、作っているんだと思うんで、あまりね、気にしないでいいんではないでしょうか。はい。ということで、今回はここまでにしたいと思います。どうでしょうかね？続きが見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひ、いいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは。We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.